日は、武骨の森に来ております。今回は夫婦でソロキャンを行いたいと思います。今週、6月13日より新たな私の相棒として JB64、こちらを購入して納車になりました。なんちゃうだろう。札幌ビール園サマーピルス。なあ、見ようか。角を角を落とすイメージ。火起こしの前に飲んどるわな。久しぶりの、久しぶりの枝豆いきますか。いいですよ。枝豆ガーリック、ガーリック枝豆、どっちでもいいです。ガーリック枝豆、枝豆ガーリック、どちらもいいですね。ね、ビールのつまみ、やっぱこれだね。やっぱこれだね、トッポじゃないの。トッポ、やっぱこれだねって言うから。トッポ、ニンニク濃いね。ニンニク濃いね。ビールちょうだい。用意しとくわ。
仕上げた。うん、何入れたんか。醤油。あれ、出るね、これ出てきたんだ。これと、次はオリオンビール。オリオンビール。はい。はい、あ、めっちゃいい匂いする。あ、うまい。はい、最高です。うん、うまい。次はクジラのベーコン。それと、発酵レモンサワー。発酵レモンサワー、こちらをいただきます。そしてこちらのグラス、ママからいただきました。ママの名前はまちこちゃんです。まちこちゃん、ありがとうございます。グラス使わせていただきます。な、じゃあこちら、よいしょ。はい、では乾杯。じゃあまちこちゃん、グラス使わせていただきます。ありがとうございます。さあ、そして、スカイシーリングさんからいただいた白カップ、これ使わせていただきます。こんなクジラのベーコンが、いただきます。うん、まっ。うん、おいしい。発酵レモンサワー、キリンから出てます。どうですか、お味は。クジラのベーコン、久しぶりやろ。おいしい。クジラのベーコンってあんまり好きじゃなかったんだけど、酒飲めようになって、うん、美味しく感じるようになった、うん、あ、それはようございます。この色がなんかすごい着色料使ってるイメージがある。
俺もそれはわからん。なんかめっちゃ真っピンクって感じやから。今度はまちこちゃんのお店に行く日はですね、8月の6日、その時は、主木本町の方にですね、まず居酒屋番屋さんに行ってから、その後、エムズの方にですね、まちこちゃんの、お店の方にお伺いしたいと思います。その時はよろしくお願いします。あの亀さんもその時一緒に行きますんで、よろしくお願いします。使わせていただいてます。ありがとうございます。こちら私の好きな色、うん、感触系っていうか、やっぱり氷入れて飲むのいいよな、うん、サワーな、うん、ありがとうございます。大切に使わせていただきます。うまい。さ、じゃあお次は何飲もうかな。ん？贅沢絞りプレミアム。ポンジュース。ポンジュース？ポンがな、ポンジュースかなんかね。果汁。製造販売かな。してるところが出してくれる、出してんのか。なんか。はい。朝日から出してるね。じゃあお次はこちらいただいてみます。ムペース早っ。果汁 30% らしいですよ。じゃあいただきます。夏って感じする。うん、ジュース。ジュースかい。口当たりジュース。ジュースかい。これは4パこれ、あのお茶の駄菓子に合うかもしれない。さっぱり、うん、ちょっと甘みあって、うん、うまいっすよ、うん、俺はちょっと甘いな。だってクジラのベーコンにポンジュースは、甘い、うん、ちょっと甘い。